はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。やっていきましょう、ガチョコバブル。部屋のパワー低くない？よろしくお願いします。1800って、ちょっとそこに笑っちゃってなんか喋れなかったですけど、まあ相変わらずノバですね。まあアップデがあと2日ぐらいで来るんで、まあ、それまではダラダラやろうかなというふうに思ってる。割られてしまう。マジ？んー、ナイス、ごめん、ありがとう。持ちます。3持つなんで今。そこ！あー、ナイス、危ない。危ない。エイムがずれてよかったですね。とりあえず詰めるだけ詰めます。はい、18。ナイス、ナイス。これ多分人数的に有利取れると思うんで、ここはあれだと思う。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。で、あ、行っちゃった？あ、勝ちましたね。はい。はいや。はいや。なんか、何にも喋ることなく終わってしまったんですけど。これあれですね。何十秒で、ここを決めたんだがーっていうサムネになるやつですね。何秒か後で見ときましょう。43、42、41、40、30。さあ、100違う。そんなに上がってるわけではないと思うんですけど。多分ね、俺今ね、武器買ってないじゃん。2000多分ないんだよなって感じなんですよね。多分1900後半ぐらいなのかなって気がしてて。この辺のマッチング関係もね、ちょっと意外とスペシャルとか武器のこうアップデートにフォーカスされてますけど、今度のアップで。ここのマッチングの良し悪し相当大事になると思うんで、あ、これ引こうかな。うん。そう、ここはね、ほんとね、早めにやらないと厳しいですよ、これ。やばいかな。そこ。マジ！いやー、ちょっとそれは、あ、終わった、これ。右も左も取られましたね。あー、これは、気づいて、ジェッパー入って、止まるけど、ジェッパー入って2つだから俺出れねえ、いて、出れねえ、無理。あ、それは終わった、終了。うん。いや、マッチングの云々もあるけど、やっぱジェッパーだわ。やっぱジェッパーだわ。うん、弾の数半分、移動速度半減、一回入ったらゲージどのタイミングで死んでもゼロになる。まあ、ここまでやって初めて、イカスフィアと並ぶかな。うん、そんなないのかな、なんか今日めっちゃ低い部屋ばっかってあったんだよな。何なんだろうな。うーわ。もう、さあ、もうね。いや、確かにでもね、ここ一週間ぐらいね、あんまり勝率、かんばしくなくて、だいたいね、32勝18敗ぐらいまで行くんですよ、だいたい。あ、マジで？荷物？で、行くんだけど、そっから、まあ、だいたい25の25ぐらいまで戻って、で、またそっから30の20みたいな。だからその辺ずっとうろちょろしてるんですよね。勝率5割7分ぐらい。6割ギリギリあるかないかぐらいみたいな。前開けますね。とりあえずチャーニーなんで。もうこの辺さ、僕ポコ持てないんで。開けるしかない。どこ？どっち？待って、行った！出れる。いや、これ出れない。まずそっち？いける？いやー、ちょっと苦しそうだな。いや、ちょっと、マジ？ちょっとこれは、むずいっすな。なー！聞く？誰がいる？チェッパーが後ろ下がって、ってこない、誰もいない、割る、どこ、いやー、わかんない、違う、後ろ知らない、もう後ろ任せるよ、後ろ任せるよ、いやー、あ、終わった、下手、これは下手、これ一回多分ここで死んで、味方間に合って、どうだ、ナイス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 、あ、なるほどね、あ、これはね、判断ミスですよ、これ、完全に。あ、いた。ああ、うわ、どう。まあ、リッターに任せたらそうなりますよねって感じだよね、今のは。ちょっとまあ、でもそれより俺がもっと前でキル取っとくべきだったんで、これはちょっと俺は下手くそでしたね。うん。まあ、チャーが持てば勝てるって感じかな。突然2050。やっぱじゃあ俺1900後半はあるな、多分な。多分その辺なんだよね。ギリギリ2000ないぐらいだと思うんだよ、今。すごい気になる。なんか、なんかね、
それだとなんか辻褄合うんだよね。なんか2100は最近ガチここで引いてないんで、まあ、部屋自体そもそもあるのかどうかわかんないんだけど、これ死ぬかな。それ死ぬかな。無理かな。ワンチャン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 。チャー狙って狙って狙って。オッケーオッケー。貯めていいよ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 。ナイスナイスナイス。と待ちますか。あのね、橋の上に一個いますね。まあ、とりあえず一個やって、もう来る。来る。オッケー！はい、行きます。はい。ゼノス、ナイスナイスナイス。もう、俺が誘導するとこに来て。俺が誘導するとこに来て。こっちね、こっちね、こっちね。オッケーオッケーオッケー。いいよ、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 洗濯機がいるから。はい。で、後ろ見とく、下見とく。大丈夫、下を見、もう前。なーん！ちょ、待って待って、ホコホコホコ、おいおいおーいおーいおーい、おーい、おーい、ほこーい、おーい、ほこー。ちょ、俺がカバー行かなきゃダメやん、これ。もうこれ完全に前がめちゃめちゃ無双してるからどうにかなってる感あるんだけど、すごい。なんで、みん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 。完全に前二人が無双してたからさ、どうにかなったけど。あれ、もう一回戻って多分箱裏から入ってきた方がね、多分楽だったと思う。自分からわざわざ打開しに行って坂道開けていくのって結構大変だし、まあ味方の位置も下に二人いたんで、まあ、相当展開合わないとだよね。あれはでもまあそういうことなんだろう、きっと。今日も5試合目なんですけど。長くない？長くない？わかった、わかった。多分本当にそうだわ。1900後半ぐらいだわ、俺。ぴったり。あ、ちょっとまた、まあ、だいぶ勝ちが恵まれない試合が多かったんで、まあいずれまた光るでしょう、武器も。そんなに深く考える必要性はない、正直。あれないか。やっぱ割に、なんか別の方やった。ナイスー。さて、とりあえずここはまだ、いや、ここだな。ここちょっと攻めたいけど、攻められたいけど、ちょっとこれは単独はかわいそう。これはかわいそう。んー、マジ。はい。ちょっとこれは止まりますね。なんかいる、なんか倒した。ちょ、待って待って。来い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 。来て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 、こっち来て来て来て、こっち来てよー。戻る。これは、はい、見てた。やだ、泡めんどくさい。泡めんどくさい。やめて！死ぬ？これ。ギリ死なない。はい。そこ、ナイス！ここは止めた。あ、それだけ、あと引き捨てだけ。ナイス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 。ここパッと割って、パッと割って、パッと行く。パッと割って、パッと行く。パッと割って、パッと行く。か、パッと切る。最近ね、よく質問もらえますね。いやー、マジか。ホコとかヤグラとかどうしたらいいですか？あのね、あれっすよ。エスプラ上がるまではひたすらやった方がいいっすよ、練習。後ろか？どこだ、それ！マジ？おっと、それは、なんだその奇襲。なんだその奇策の一手はー。その一手いける刺さる、それ。あ、俺死んだ、これ。死んだ。止める！このボム1キルでかいんじゃない？これ。タイミング味方の必戦とはだいぶ合いましたからね。いや、これはあったよ、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 綺麗にあったよ、綺麗にあったよ。トムヤが繋げたぞ、しっかり。割って、それ倒して、そこ持っていいよ。ナイス壁？俺。スッと、トント、トント、もう一回落ちた。もう一回ループすんの、マジで。もう一回ループ、もういっちゃい、いっちゃい、もういっちゃい、ポンといっちゃい、ポンといっちゃい。もういい、10、いっちゃい、いっちゃい、5、なんかあるし、後半壁にしかなってなかったですね、僕。ただの肉壁だったの。チェホンマンか。ただのチェホンマンでした、僕は。まあいいんですよ。勝ちましたらそれでいいんですよ。まあでもなんか、極度のいい一手はありましたね。これさ、試合時間どんぐらい？今10分ぐらいでしょ、まだ。何試合目？これ6試合目ぐらいですよ、ね。まあまあまあ、そんな感じですかね。やったー！光った！戻ったー！俺のノバが光を取り戻したんご。やっとだよ、マジで。本当に。よかった。めでたし。めでたし、めでたし。はい。マジで？
やばい、ちょっと逃げない。んどこ、一回引く。いやー、そう引けない。あー、積んでる。これは積んでるんで、僕持って死にます。はい。はい。もう積んで、敵にやられるぐらいだったら、ここ持って死んで、バリアをつけて、まぁ、ちょっと時間稼ぎ的な感じのデスですね。っていう、ちょっと頭の使い方な。いやー、でもちょっとこの辺怖いね。ちょっとオーラが、いやー、マジか。だいぶ、潜んでそう。どう動こう。いやー、そういうなんか、あ、いや、これガムシでいいよ。これ、ちょっと下倒せれば、そこ倒せればいいけど、いやいやいや、もういちゃ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 い。もうガムシでいい、ガムシでいいよ。ガムシでいい。多分。わかんないけど、何かわかんないけど、マニュだと思うけど。俺行く、出る。どこ？ここ。いない。ここ。いない。マジで？二つ？二本。あー、これかわいそう。あー、インクライ！さ、来ない。あ、終わった。あー、もうわかんない。何をすればいいのかわかんない。なんか死んでない。マジで？まだ？何？はい。はい。はい。もうなんか何がよくわかんなかったんですけど、ガタガタガタってなって。なんかさ、そこパイプかなんかない？パイプかなんかない？ある？なんかそれに引っかかった気がしたんだけど、気のせいかな。まあ、下水道っていうか、なんつうの、排水口っていうのか、排水管？わかんねえよ。なんかそれあのマンションとかね、柱ん、あ、やばいかも。大丈夫。柱んとこにあるやつ、あのシュンってやつ。伝わんねえ。シュンってやつ。そこに、こう、やばい、あー、来るか。そう、あー、マニュだな。やっぱさっき抜けてたのマニュですね。まあ、ああいう、抜け方をしてると、痛い目見るのは自分だってことを、まあ、一回やったら学んだ方がいいですね。まあ、そういうところだな、多分な。S プラスかどうかっていう差は。ああいうプレイは S プラスはしないんで。逆に言うと、ああいうの、いやー、マジか、それ頼む！来た！見えてなかったか。って言った。見れなかったね。どんまいどんまい。そうねー。まあ、やるしかないっすよ。スプラトゥーン2、1やっててスプラトゥーン2上手い人って、すべからく多分1000時間ぐらいやってるから。僕もだって1500、僕だって少ないですからね、1500時間って多分。相当少ないっすよ。OK。どっから来る？あー、マジで右！あー、あー、終わった。いやー、ナイス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 。今しくったの出るタイミング、もうあとワンテンポ奥でよかったな、ね、割って割ろうここ割って前にリッターが持ってくると、そっから前が高いできて、そっからさらに次の一手繋がるんで、まあ僕が来てからでいいんだったら行きますけど、なあ、どんまいった。いや今のはいい着地だった。あれ決まれば多分一桁入ってるんで、いや、あれはいい着地だった。これはいい着地、ちゃんと分かってた。ちゃんとローラーよく分かってましたね、今のはね。そこに合わせられる矛持ちをするかどうかもやっぱ大切だ。やっぱなんかマニューバー変なとこにいますね、さっきからずっと。そこは割ってこう、ガンガン行こう。ここ一人誰かいると中入れたんだけど、まあちょっとごめんですね。多分マニューバーに気になっちゃってそっち見ちゃいましたね、今の方ね。そう。なんかそういう、だからこう、いらんところといるところの区別って感じかな。そう、明らかに、どう考えてもその裏取り刺さんないよね、みたいな見方じゃなくて、敵がいたらもう本当にガン無視でいい。割といますね、S プラスに。まあ、最近そこまで多くないけど、S、1のマックとかに比べたら。まあ、なんか10戦に1人ぐらいはいるイメージかな。多い時はなんか、7、8試合に1人ぐらいいるイメージなんで。まあ、そういうのは、割と意識かけておく。いや、これどっちだこれ。左か真ん中か。いやー、これ、どっちだ、これ。って、わからん。いやー、これ、言っていいやつだと、微妙いなー。いや、微妙いなー。どっちかなー。今、結構悩んだんだよな、これ、守備の、ラストワンチャンスなんで敵、守備のしやすさ、どっちがいいかなっていうのを見てて。あー、マジで、死んじゃう？やばいかも、これ。これはもう、それ、行くしかない。ここ。一個止めれば。ナイスナイスナイス、オッケー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 、よし、よかった。いや、左の寿司が、帰ってきてくれるかなっていう、はい、ナイス感じだったんで、帰ってきてくれれば絶対止まるし、帰ってきてくれなかったら、ローラーとチャーが、真正面から、
なんかサクッとなんかインク当てて勝ちかなって感じで、それ両方抜かれたら負けだなっていう感じで、ちょっと若干ギャンブル手だったんですけど、まあ、よかった。とりあえずハマってって感じですね。いや、ちょっとその一手前だな。ちょっと考え直すわ、後でビデオ見て。あー、また1800。なんか今日結構勝ってんだけどな。結構勝ってんだけど、よくわからない。よくわからないですね。なんか、どんだけ幅広い人たちと僕は遊んでるのかっていう。ね、もうちょっとだから、連勝したいですね。OK ナイス？この初動割りはでかいよ。割ると、ああいう北斎が、あれ、マジで、やれない？やれるんだけど、ね。さあ、どうしようかな。これ、そこのプライムだな。左はガンブシリ。ちょっと遅いけど。いやー、行ってくれると助かるんだけどなー。そうね。今のは、そこのプライムに、喧嘩売るだけでよかったです。別にキルとかやらなくてもいいし。喧嘩売る、ちょっとこう、ちょっかい出してヘイト集めるみたいな動きしてると、いい一点になりますね。ちょっと難しいですよ、これは。ちょっと出にくい。いやー、これは、いやー、いっちゃっ、どうにかだけど、1.5 ナイス。ちょっとあんまり、いいとは言い難いですけど、あ、これはでも止まりますね。はい。ナイスナイスナイス。ここ勝負っすね。ここ勝負で、まとまった相手が3落ちも落ちしたタイミングで、スッと持ってスッといけるかどうか。ナイス、いいよ、いい1キルだよ、それ。いいよ。よし、入った。こい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 。来ちゃ。上、うーわ、何？なんかあった今。なんかあった？ 9 番？マジで？いや、いい。ナイスナイスナイス。オッケー。で、今度、ジェッパーの2人が戻ってくるんで、そこ繋げられれば。繋がりそうな雰囲気はあるけど。どうする？行く！ナイスナイス。いいツッコミ。邪魔マジで。シャボン邪魔。シャボンに対してさ、ノバできる手段が割と少ない。ナイス！あ、だめ。ちょ、ま、死ぬ。どこ？ちょっと回復しちゃいましたかね。レールルートから入って、レールルートは、ナイス。真ん中が塗られてるとあんまりレールルートって、本当に、刺さりにくいけど、まあ、1800とかだと刺さるかな、逆にって感じするけどな。出にくい。いやいつダブルヒットした、今。じゃんじゃんたまにあるんだよね。いや、俺もね、たまにあれでやっつけることあるんだよね。あれはね、なんかもう、楽しい。ナイス流れだからね、あれ。敵の動きと、はい。自分の保護所のコントロールで、両方うまくいかないと取れないやつだから、結構難しいんですけど、たまーにある。いかない？無理。右、来る。オッケー。で、まあ、そのボム死ぬ。ダメージ入ってたんだよ。ダメージ入ってたんだ。マジ？まあ。いやー、いけるかなー。多分大丈夫だと思うんですけど、どう来る？どう来る？ちょっとこの辺で待ってる。両方睨める。位置に行こうと思ったらすげえ引いたってなってる。で、あのジェッパは、オッケー、相打ちなら。でも当たるんだな、あれな。すげえな。強えな。まあ、変な位置にここ落としてくれたんで、いいですね。割とこう、今作ってデコボコしてるんで、なんか、見た目の数字カウント以上に、いいカウント、悪いカウントってのがあるんで、これ死ぬかな、バレてるわ。痛い。あー、いるなんか！読めきれなかったな。そこら辺はもう山間ではないんですけど、別に。経験する。あ、ナイス！いいジェッパ。さあ、どうする？さあ、え、なに？どこ行った？そこ入って、なるほど。いや、これ、出たい。ボムが2つある。めっちゃある。じゃあの、ふっ。ナイス。すっ。邪魔わかんない。なにそれ怖い。やだ。もう、やだ。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 なに、めっちゃ見えなかったんだけど、シャボンだな、マジで。見えないんだけど、意外とさ、中突っ込んでけるんだね、あれって。知らなかったわ。意外と突っ込んでけんだ。なんか、ホコバリアみたいにガーンってなるのかなと思ったけど、意外とそうでもなかったっていう。そうでもないな、ってことだと。そのジェッパは、盤面、取るジェッパなんで、さすがに、
この最終盤ってもったいないですよね。だいぶこれでジェッパー剥がれたんで、いる？あ、いるか。もうこれで多分相手のスペシャルジェッパー2つ溜まることは まずないと思うので、両2人とも溜まるみたいな。なので、そう考えると、あ、ほぼ持ったんで、これでジェッパーもないんで、あとはしっかり他2つのスペシャルをうまく避けつつ、事故らないように止めれば勝ちって感じ。ナイス。いったかな？痛い。強。フラブラ強。まあ、そういう感じ。ちょっと今日もわりかし、一個一個すごいね、あの、ガチホコの、まあ、いいとこ悪いとこみたいなのしっかりはっきり言ったんで、まあ、なんかうまくなってください。皆さんもぜひ。はい。という感じで、次回のパートでお会いしましょう。モッティでした。バイバーイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。ということで、モッティB 3周年記念企画、スプラトゥーン2大フレ戦大会開催決定でございます。本日の16時にお知らせ動画あげますので、そちらをぜひチェックしてください。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。